渋谷ジャパンです。一時期すごいヤフーオークションにハマってたんですよ。大量にいろんなものを落札してたの、ところ構わず。まあ欲しい欲しくないに関わらず、なんか落札する瞬間が気持ちよくなっちゃって。で、その中でこれを落札したんですよ。大量の CD が入ってるんですよ。これめちゃくちゃ重い。何枚ぐらい入ってるんだろう。超重いんだよね。これ持てないぐらい重いんですよ。で、まあ渋谷ジャパンは考えたわけですよ。これどうしようと。落札したらはいいけれども、このまま捨てるのももったいないしと思って、お、真っ白じゃないかと。CD ってさ、これ、パッケージがすごいおしゃれじゃん。ここの CD のなんていうのかな、絵に魂込めてるでしょ、売ってる人は。だから、これを一枚一枚壁紙として貼っていけば、すごいおしゃれな壁紙が出来上がるんじゃないかと。おしゃれな家にしたいと思います。もうどんどんやってるよ。時間ねえから。で、ここに CD を貼っていきます。まずはこちら、ビートルズの CD 貼っていきます。まず1枚目。よいしょ。マニアコバ。聞いたことないな。ユミコ・タカハシ、プレデュール、ユミコ・タカハシ、ワーキング・クリスマス・デイ、ペンギンズ・ランチ・クラシックス、ラブ・リラックス。エグザイル、エグジット、ザ・ゴスペラーズ、フレンズィ、ココ、クムユータ、ニュース、タッチ。一面が CD で覆われました。で、結構ね、懐かしいのとかありましたね。見えるかな、こっから。ここにあるオレンジレンジのミュージックっていうアルバムなんですけど、これは当時僕が中学生の頃にめちゃくちゃやってましたね。はい。で、あとはこっちの方にですね、まあ親がよく聞いてたジュピターとか、一番この端っこにあるんだけどジュピターとかあったり、あとはもう最近の AKB の曲とかね、もうあったりします。まあね、この CD が売れないと言われている時代に、渋谷ジャパンは CD を壁に壁面にするという再活用ですよ。再活用、これはもう非常に素晴らしい。パッケージ選べるからね、これこういうに、なんだろう、これ聴きたいなってなったら、あ、じゃあこれ聴こうってなったら、ここね、これをね、開ければいいから。あれ、隣のとくっついて開かねえな。あ、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